初船院は、京都市上京区半州院前町にあった、天台宗の寺院。初船山枚院とも称する。三号は、静木さん。本尊は、阿弥陀如来。2018年現在は、西窓火事という単立の寺院となっている。室町時代中期の応仁の乱の後、五土御門天皇の骨眼により、慶徳商人全空を解散として、伏見茂月さんに混流。 直眼じっとされた。しかし、文禄三年から本格的に始められた、豊臣秀吉による伏見城の築城工事に伴って、西陣に移転した。江戸時代には、近利道場として、御所直属の天員代新言、律、禅の四周見学の道場として栄え、東山の千遊寺とともに、皇室の工芸院であった。二村院、剣務会院、ロザンデラともに、 オクロ都市会員の一つでもあった。敷地は現在の唐苦中学校の全域とその西隣にある初船飲料をも含む広大な広さを誇っていたが、明治維新後の神仏分離令に伴い、皇室からの家付金がなくなったことなどにより推備し、敷地の大部分は状況第七番組小学校となった。皇室歴代の御言トを安置していた。しかし、 その維持も存続も難しくなった明治4年にミコトパイは潜入事例明殿に移されて安置されることとなった。初船員の遺物として天明三年混流の正門と行動が残っていたが、1923年に発生した関東大震災により大破した鎌倉の県庁寺からの要請で県庁寺へ寄付することとなり、1943年に移築された。 現在、それぞれ正門は、県庁時の総門に、行動は、法上となっている。2011年11月の新聞各紙の行動によると、初船員の土地と建物は、競売にかけられて、他の法人に所有権が移っており、重要文化財指定の仏像2体も京都市内の他の寺院に保管されているという。さらに、この一連の競売問題に絡み、 競売に絡んで解職された、初船員の元住職が、重要文化財の仏像2体を無断で持ち出し、隠匿していたとして、2012年7月9日に、文化財保護法違反容疑で、書類送検された。前日の通り、上記の2体の仏像は2011年に、京都市内の他の寺院に移されている。両像とも、初船員の送検より古い平安時代の作である。 不動明王座像は長らく、東京国立博物館に帰宅されていた。初船院領。はじめは、伏見にあったが、初船院の移転と同時に現在地に移された。御花園天皇、御土御門天皇、御奈良天皇、ご柏原天皇の母元長子など十四墓からなる。御白川天皇第三王女式市内親皇の墓所と、伝わる、式市内親皇塚は、 初船飲料の左側にあり、初船飲料が移転してくる前からあったと伝えられている。京都府京都市上京区今出川通千本東いる、半周院前町151。ありがとうございます。